ボンチュー、皆様こんにちは。ブラマニのガクです。おつぶらです。今日もまたまたね、こちらのセカンドチャンネルの方で Vlog の方撮らさせていただいております。もうすぐね、僕はバカンスに出かけるんですね。今ちょうど9月のね、もうすぐ中旬を終えて後半になろうとしてるんですけど、今頃ね、バカンスに、毎年いつもね、9月のこの時期にバカンスに行っているので、例のごとく今年もね、また南仏の方にゆっくり10日ぐらいなんですけどね、バカンスに出かけさせていただく前に、まあいろいろね、動画撮ったりライブしたりですね、いろいろやらなきゃいけないなと思いつつも、なかなかね、普通の開封レビューとか撮れていないのでね、まあ今回はいつもですとね、動画撮りためてバカンスに行って作りながらね、いろいろそういう作業とかね、バカンス中にやったりするんですけど、バカンス行くときにですね、やっぱりちょっとこう遠くなのでね、結構こう田舎なので、インターネットの Wi-Fi のですね、調子があんまり良くないので、動画作るのはいいんですけど、動画を YouTube にアップするのにすごい時間がかかるのでね、まあ今回はのんびりね、バカンス行く前はのんびりちょっとこうライブさせていただいたり、だらだらね、 Vlog を撮らさせていただこうかなと思っておりまして、今ちょうどバカンス行く前にですね、日本からたくさん荷物がね、アーティストさんから荷物が届いたり、 Amazon さんとかね、からいろいろ届いているので、僕のね、最近のドーリーライフ、まあ例のごとくね、僕の Vlog はもう適当なこうお迎え動画なんですけどね、お迎えをね、紹介した動画をね、今回も作らせていただいております。まず先にですね、紹介させていただきたいのが、まずこちらですね、じゃじゃーん、荷物がね、届いておりまして、こちらをね、紹介させていただきたいと思います。こちらはですね、こうまあ見ての通りに何が入ってるか分かるとは、ね、思うんですけど、開けてみたいと思います。実はね、箱は開けさせていただいたんですけど、中身まだ見てないんですよ。なのでね、一緒に見ていきましょう。こちらですね、こちらはですね、日本のドールアウトフィット作家ハノン様からね、届いた荷物ですね。じゃじゃーん、もう見てもね、もうこれぞハノン様のパッケージということでね、ハノンさんの、ね、商品ですね。早速開けてみますね。何が入っているのか、楽しみに開けてみたいと思います。ね、いつもね、ハノンさん、綺麗に、ね、ラッピングしてくださるのでね、もったいないですね。この包装紙もですね、ハノンさんオリジナルのね、包装紙なので、僕ね、綺麗にね、こう、折って、取っておくんですよ。この包装紙、かわいいのでね。それでは、じゃじゃーん、何が出てきたかと言いますと、あ、アウトフィットですね。ああ、これは、もうすごいですね。ハノンさんからのですね、本当にね、もう素敵なアウトフィットですね。まずこちらですね、騒がしい風ですね。この間、最近ね、ハノン様の、ネットショップの方で販売になったね、騒がしい風、もうめちゃめちゃ可愛いですね。僕好みのブルーと赤のね、この間お迎えさせていただいたね、チェリーちゃんとハノンさんとね、小谷さんのコラボレーションのチェリーちゃん、ジャーニーちゃんとね、同じような感じの色合いの、あ、騒がしい風ね、本当はめちゃめちゃ欲しかったんですよね。いや、めっちゃ嬉しいですね。騒がしい風のところに、ハノンさんのね、描いたイラストのクマちゃんがね、載っていたりしますね。で、もう一種類が、ボナハーバルスタッフドレスですね。こう、お店の店員さんのドレスですね。いや、かわいい。グリーンのね、この落ち着いた感じのね、色合いも素敵ですよね。いや、めちゃめちゃ嬉しいですね。で、最後は、プティットガミンドレスですね。プティットガミンドレス。今回のね、このブルーとも言えない、黒とも言えない、こう落ち着いた、こうピンクとブルーと、こうなんかこう独特なね、ハノンさんがオリジナルにデザインした生地でね、作られている。で、たくさんね、胸元にね、こうヴィンテージレースも使われてて、いや、めっちゃ可愛いですね、これね。いやー、どの子に着せようかなって、もちろんね。チェリーちゃんとハノンさんがね、デザインして作ってくださったカスタムの子に着てようと思いますね。いや、これね、バカンスから帰ってきたら、ね、紹介レビューさせていただきますね。本当にね。いや、めっちゃめっちゃ嬉しいですね。いや、こんなにね、見えますかね、騒がしい風の、こう、パッケージのところに、ちっちゃなね、バラの花がついててね、可愛いんですよね。ね、本当にね、ハノンさんありがとうございますね。ハノンさんから
お手紙もねついてますね。ね、本当にかわ、あ、かわいい。この、これか。またここにね、ラミネート加工して貼っとこうと思いますね。ゆっくりお手紙ね、読まさせていただきますね。はい。本当にありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しいですね。いや、もうこれはもう、ね、やっぱりこう、ハノンさんのアウトフィットって、こう、お迎えするのにすごい、こう、激戦なんですよね。いつもいつもね。やっぱり世界中にのファンの方がいるので、こう、ね、やっぱりこう、ハノンさん、ね、すごく、激戦で嬉しいですね。こうね、なんかこう靴下もソックスもおしゃれですよね。このやっぱりハロンさんのこうセンスっていうのは他の人が真似できないセンスっていうんでしょうかね。で、こうずっとねハロンさんってブライスの創世期からねずっとこう走り続けてて、今でもこうハロンさんのこうアイデアとかね才能が枯渇しないのがすごいなというのが。僕はね本当に思ってるんですよね。やっぱりこうブライス創世期からね活躍なされてるこうカスタマーさんとかアウトフィット作家さんね、さき様もそうだったり、ロザリンペルルの山慶さんだったりね、小谷美幸さんだったり、この間ねライブに来てくださったあのダーカワイイの直子さんだったりね、あとはたくさんいるのでね、本当にねあのカスタマーの穴井さんでしたりね、それにあと小谷美幸さんもそうですしね、やっぱりチェリーちゃん作られたね、なので本当にすごいなと思うのでね、ハノンさんのねこのね綺麗ですよね、赤青グリーンでねこう秋らしい、本当にありがとうございます。開封レビューね頑張って帰ってきてから、いやめっちゃ可愛いですね。なんかこの間ねお迎えしたスポーティーさんに、ね、このグリーンの似合いそうですしね、着せてみますね。はい、ありがとうございます、ハノンさんね。お手紙も、こんな可愛いのね。はい、ゆっくり読まさせていただきますね。で、またね、パリで、ハノンさんとかね、小谷美幸さんとか会いたいですね、本当にね。次に、じゃじゃーん、こちらですね。こちらも、この間、ね、お迎えさせていただいた、こう、アウトフィットなんですけど、実は、こちらはですね、じゃじゃーん、このような感じで、ね、見てわかるようにね、ラーラプッペハウスシエスタさんのね、アウトフィット。この間ね、ネット販売してらっしゃったやつですね。このような感じで、こう僕がお迎えさせていただいたのは、じゃじゃーん、こちらのアウトフィットですね。ラーラプッペハウスシエスタさんのサマーワインドレスですね。サマーワインドレス、ピンクとねグリーンがあったんですけど、両方ね可愛かったんですけどね、ピンクの方ですね。すごいですよね、このねラーラプッペハウスシエスタさんのねアウトフィットもね。先ほどブラミミでね、ミディブライス今度発売するアップルさんのブラミミ撮らさせていただいたんですけど、こうやっぱりちょっと似てますよね、ニュアンスがね、カゴ持ってたりね、ちょっとこうラーラプッペハウスシエスタさんのミディっぽいなーなんてこう語ってたんですけどね、いや本当にねこうシエスタさんのドレスね素敵なのでね、独特な色合いとねカラフルな、このままね飾っときたくなっちゃいますよね。はい、で、あ、本当にねありがとうございます。本当にねこんなちっちゃなお土産までいただいちゃいましたね。はい。ありがとうございます、シエストさん。ね、これも、ね、こう、最近ね、こう、アウトフィット、お迎えしてなかったので、ね、嬉しいですね、本当にね。いやー、かわいい。ね、今の季節にちょうどいいですね。夏の終わりにね、本当にね。いや、かわいいですね。いや、素敵ですね。ちょっとこの辺に飾っておきます。近いかな。ね、本当にね、日本からわざわざね、送ってくださって本当にありがとうございます。楽しみにね、開封レビューの方頑張って行わせていただこうと思ってますのでね。次はですね、じゃじゃーん、こちらですね。結構届いてるんですよね。まあ、ね、ここ1ヶ月に届いたもんなんですけどね、早速開けてみたいと思います。こちらね、なんでしょうね。自分でもちょっと何が来てるのか、こう、いまいちちょっと覚えてなかったりするので、一体ね、何が届いているのか、ちょっと開けてみるまでね、わからなかったりしますね。何が届いてるのか。わかりました。これですね。じゃじゃーん。レインボーハイのイエローの子ですね。レインボーハイのイエロー。
この間ねブルーの子が届いてたんですけど、実はですねこの子ですね、あの結構だいぶ前に注文していたんですけど、こう在庫の関係でねやっと今届いたということでね、いや可愛いですね、黄色い子ね、このようにねアウトフィット2個ついて、こう華やかなね、ちょっとこうセーラームーンっぽいですよねこの子ね。なのでちょっとこう興味深く買ってみたんですけどね。なので今赤の子とブルーの子と紫の子と今回黄色の子でね4体目ですね、レインボーハイね。あと1人ですね、オレンジの子かな、オレンジの子をお迎えしたら、あとグリーンの子ですね、グリーンの子とオレンジの子をお迎えしたら一応ね6色ですね。もう1色で白い子もいるんですけどね。まあ頑張ってのんびり、ね、開封レビューしてみようかなと思ってますね。この間赤い子をですね、開封レビューした時にですね、間違って画像を消してしまって、こうせっかくね、2日ぐらいかけて撮った画像がみんなこうパーになってしまったので、それ以来ちょっとレインボーハイやる気なくなってしまって、開封レビューやってないので、近いうちにね、レインボーハイの開封レビューの方も行わせていただこうと思ってます。で今回はねこれで最後ですね。こちらこれはね今日昨日の夜届いたんですよ。なのでね何が入ってるのかまあなんとなくわかるんですけどね、多分あの子たちじゃないかななんて思うんですけど、ピリピリピリっとこう開けて何が入ってるのか開けてみたいと思います。おあやっぱりそうですね、はい、届いた子たちはですね、じゃじゃーん、シャルロットフレーズですね、ストロベリーショートケーキさんのドールコレクションのね新しいナンバーが届いてますね。いつもね3体同時に届くので結構なね数届くんですよ。3体ですね、このような感じで、今のところねナンバー21まで届いてたので、今回はですね、ナンバー22バナナトゥイレルですね、バナナさん、バナナの女の子ですね。あ、バナナのケーキの子でしょうね。バナナの子に、ナンバー23。ピーチちゃんですね。この間の、開封リビューさせていただいた、ピーチさんのバージョン違いですね。あ、ほう、なるほどね。で、またまた、ナンバー24は、この間ね、紹介させていただいた、カフェオレさんの、バージョン違い、やっぱりこうこのように3体届いてますのでね、もう頑張って、まあね、まだね12体分しか開封レビューしていないので、ちょっと頑張って開封レビューしなきゃなと思ってますね。頑張って開封レビューします。でどんどんこう溜まっていくばっかりなのでね、はい、それでは今回ねこのような感じでね紹介レビューさせていただいたんですけどね、もうこのように素敵なねハノンさんのアウトフィットからね、ラーラプピハウスシエスタさんのアウトフィットに、レインボーハイにね、ストレールベリーショートケーキと、本当にもう最近のブラマニ学もね、プライスだけではなく、もう本当にドーリーライフずくめなので、こう頑張って動画作っていかなきゃいけないんですけど、なかなかね、こうバカンス行ったりね、ウィークエンド旅行行ったりでね、ちょっとこう、YouTube もね、サボり気味なので、頑張ってね、どんどん動画作っていこうと思ってますのでね、もうだいぶ結構、気分的にもね、体調的にも、こう、落ち着いてきて、すごくやる気に満ちてるんですけどね、やっぱりこう、いかんせん、もう僕もね、ブラマニ学も若くないのでね、やっぱりちょっと仕事して、YouTube 活動もして、こう、同時並行でやっていくので、やっぱりちょっと、こう、体力的にもね、結構きつくなってきてて、まあ、皆さんね、僕のリスナーさん、結構年配の方もいらっしゃるのでね、分かってくださると思うんですけど、やっぱりね、若い時ほど、こう、思ったようにね、気力はあるのに、体のね、体力的についていかなかったりするパターンもあったりするのでね、でも頑張って動画の方を作っていこうと思いますので、これからも どうか何卒ね、応援の方よろしくお願いいたします。今回もね、このように、こう、つれづれ、こう、取り留めもない、つれづれとしたね、Vlog の方を撮らさせていただいたんですけど、本当にね、長々とご視聴いただきおつぶらでした。それではね、次回の動画や開封レビュー、またまたね、Vlog の方でお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ね、本当にね、あ、めっちゃ嬉しいですね。ハノーさんのアウトフィットに、こうね、こちら。ラーラプッピハウスシエスタさんのね、アウトフィット。いや、もうめっちゃやっぱりこう、今年はね、コロナなのでね、ちょっとこう、経済的にもね、大変なのでね、
お迎えはこう控えようと思いつつもね、やっぱりついついこうお迎えしてしまったりね、お人形を買ってしまったりねしてるので、本当にねやっぱりねこう作家様のねアウトフィットってやっぱり素敵なのでね、どうしてもねこうついついねやっぱりこう欲しくなってしまうのでね、はい、皆さんもぜひともね、コロナの不況に負けないようにね、ドーリーライフ楽しんでいきましょうね、はい、作家様もねいろいろ大変だと思うんですけどね、頑張ってくださいね、応援しておりますのでね。